自分の練習で言えば、僕はこの、そうやってこうサーブうまくいかないときは、ここら辺を結構イメージしてやるかなっていうのが、自分の中ではありますので、はい。練習しながらサーブの解説。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回なんですけどね、実は私、サーブの練習しながらですね、いつもの気づいたことですね、ポイント上げていきたいと思います。はい、やっぱテニスコーチになってきてですね、もともと凡人から始めてるから、練習不足だとは否めないんでね、少しずつ、ちょっと練習していきたいと思います。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。まずですね、もう最近フットボルトネタ多いですよね。コメントいただいて、全然フットボルトしてるのに平気な顔で、そうね、なんとも思ってない人は別として、フットボルト防止したい人、本気で思ってる人いきましょうか。サーブのスピードアップだったり、ボールを重くする練習にもなっていきますんでね、よろしければまずはこれをご参考してください。ここにラケットをまず置いてます。で、フットボルトしてしまう方ってこうやって上げて、こういう動作でこう入っちゃうね。なので、はい、グリップの部分を怖かったらこっちでもいいですけど、斜めに入ると考えたらこのグリップを向こう側にした方がいいと思います。この状態で、線の上もしくはちょっと内側にグリップを置くんですね。でここで足を揃えて、このままここから、こういう感じでですね、初めは怖いかもしれません。そうしていくと自分の、ベストポジションも分かりますし、割とですね、中級中上級の方、女性の方ね、打ったのとね、反対の足が、男性は意外と特にね、野球とかボール投げる動作とかもされてるんで、割とそのスムーズに、いくと思うんですけど、男性でもちょっと苦手な方がいらっしゃったね。でどうしてもこの回転運動で打っていこうとするとやっぱり強く打てないから、この状態、初めはもうセットしたままでこうやってここでためを作ってジャンプして振っていく。ゆっくりでいいと思う。相当速くなくてもいいから止めずにボンとしていくと、しっかりとトスが上がってこうやってボール、打つことができるんですね。はい、こうやって蹴っちゃうこともありますけど、ちょっと怖かったらね、もうちょっと薄めのもの、フットボルトの防止はもうこれで、できます。サーブも威力上がるし、振動止めダメだこれ、この技術がダメなんですけどね、そんな感じでね、こうやってセットしていくと、いいんじゃないかなって、はい、っていうのもあったりとか、あとは回転系ですよね。どうしてもボールが落ちてくれない、回転かからない、結構あります、私もあります。その時どうしていくかというと、もうグリップ薄いの前提ですよ。グリップをちょっとこう薄めに、握っていただいて、でもうこのままでこうやってこれで飛ばしていっちゃうんですよ。でやっぱりグリップ扱ったり、このラケットのこの長さだけでこうやってポーンって飛ばす方って、ラケット面使えてないんで、短く持ってもね、全然綺麗にボール回転かからないです。もしくは回転型になる人って押す力が欠けていますんで、もう一番簡単ですよね。もうこのまま短く持って、スライスだったらこっちに持ってね、ここで当てるような感じで振っていけばいいし、スピンだったらこのこっち側に、そんな僕うまく打てるわけじゃないですけど、こう形を意識していただいて、しっかりとまずはラケット面使えてるかっていうのを確認していく。そんでもって長く持ってきて同じ動作をしていくと、いつもよりもしっかり回転かけることができます。あと何かありますかね、ちょっと気になること、サーブ、あとどうしてもやっぱりコースの打ち明けって大事だと思うんですね。で今回はでコースって、いわゆる基本的には、センターワイドボディってなるじゃないですか。でも実際ですよ、本当にもうがっつり試合出られて、もうレベルの高い方は別なんですけども、実際試合だって緊張した場面になってくると
なかなかコースを狙えないと。ということで、今回はですね、はい、もうすぐにでもできる超簡単練習方法、はい、見えますか。はい、じゃじゃん、こっちかな。はい、真ん中に、まああれ何でもいいんですけど、ボールでもコーンでも置いて、まあ相手に対して左側か右側か、こんくらいだったら練習できると思うんですよ。ですから、まあサーブのコースの打ち上げですね、もちろん技術、しっかり磨くのは大事なんですけど、まあ、せめて左側か右側かっていうのは練習していきたい。結構ね、サーブの練習の時も一生懸命サーブの練習をするんですけど、意外とで本当はねピンポイントで狙うの大事です。ただピンポイントで狙うけど試合になったら入らない方っていうのは、ちょっとね、初めは段階をちょっと細かく刻む、左か右かっていうね、練習をしていってあげて、で特に大事なのはフォームはゆっくりでいいので、確実にコースが打ち分けられるスイングができてるか、これも大事になってきます。例えば2球に1回ちゃんとコースつけるけども、もう1回とんでもない方向に行くと、で感じの場面になったら全然入っていかないと、ダブルフォールとか連発しちゃう。そういう方はやっぱこう腕の、ね、振りがこう安定してない方が多いので、例えば私だったらセンターじゃ、ね、練習してきますってなった時に、ゆっくりでいいのでこうやってまずは、まあ、今ちょっとホールドでしたけど、まあ、3球打ったら3球ともちょっとこう狙った方向でコントロールができる、ちょっとホルトしようが、ね、ちょっとサイズすぎようがいいので、これをこうずっと繰り返してあげるんですね。で、いや思いっきりされないと意味ないじゃんって思われたりすることあるんですけど、まさしく、まあそれは確かにそうなんですけど、でもゆっくりスイングして、止めずにスイングしてコートにボールが入らないことは、早くしたら一か八かでだけじゃないですか。ですからゆっくりで、例えばこうやってセットしてこうやって振ってって、ある程度でコントロールが定まってきたら、ちょっとずつペースを上げていく。やっぱり一生懸命でもうまくいかない方って、初めから全力なんですよ。全力なのはいいんだけど、でもこのなんだろう、腕力の全力ももちろん大事ですけど、やっぱりこうゆっくり打とうとして考えながら、こういうね、要は本当だったら早く振りたいのを、ちょっとスイングスピードを遅くしながらも止めずに振るっていうのも、これもある意味全力だと思うんですよ。ですからまずは確実にコントロールできるように、コントロールできるように、こうやってひたすら、こうやってひたすらコントロールできるようにこうなってきてから、ちょっとずつスピードをね、こうやって、ああちょっと全然オーバーしたなと、ちょっと緩めてあげて、こういう感じで、あ今の自分はあこんな感じボール打てるな、そこからどんどん精度を上げていただくと、逆に緊張した場面でも最低限のプレーはできると思いますし、まして試合の最後の試合も本当に苦手なんだけどと思って、もここで切り替えることでですね、はい、うまく、いくように、なると思います。これね結構大事なんですよ、はい。でまあ、あとはその速いボールね、皆さん速いボール打ちたいと思うんですよ。速いボール打ちたいと、なった時にどういう、ね、意識をしていくかというとですね、まあ、プラス速く打ちたかった場合はやっぱり余分なところをこう使いがちなんですよね。ですから、まあ、ここが大事になっていく、ね、やっぱ上体のひねり、足も大事です。だから、ね、うまく入らないこともあります。その時どうしていくかというと、まずは上半身の使い方で、腕じゃなくて上体のひねりでしっかりボールを飛ばしていく。正面向かって、まずはここからこうやって足パイ、こうやってここの使い方、腰の入れ方をねマスターしていく。そうしていくと、こうすると、この腰の入り方で、ある程度溜めてからのコツイストが分かるようになるので、そこから今の状態横に戻って、こうやって、あー全然違う、あといった形で
持っていってあげると今度は速いサーブを、打てるようになります。で速いサーブもあのフラットの当て方が分からない難しいって方ですね。そしたらこれはさっきのスイングを緩めるね、フラットサーブって意外と回転系の方がスイングスピード速いんですね。フラットサーブって当てるところが大事になってくるからゆっくりでいいからこのね小指から親指のこのプロネーションでこのこういう感じでしっかりと飛ぶかどうかをチェックしていく。これね、まっすぐで少し長く持ってこの形で持っていく。である程度ここのこれで、ね、前にボールを飛ばせるイメージができてきたらこういった形でちょっと伝えすぎになっちゃいましたけど持っていってあげるとこれもまた速いサーブあとフラットサーブ今日綺麗に打てるようになります。ただ気をつけていただきたいのはフラットサーブとかね打つ時に打った時に当たってここで当たって後輩、ね、前にこう入っていくのに対して当たってこっちに入っちゃうとこれは、はい腕にも負担かかるし肩にも負担かかるしボールが失速する原因になりますから、この点はちょっと、ね、意識、して、なくなるように、してみてください。でバスでここら辺が一番かなっていうでまあ、手打ちになるとか足が使えてないとかねいろいろ言われることあります。で自分のサーブに体重が乗ってないと思った時は試していただきたいのがまあこうやって、まあ、立ててもいいです。こうやってのまま膝を立てたままサーブを打ってこう立てるかどうか。要はサーブ打つ時ってお尻使いますよね。お尻をこうやってお尻の力でここから持っていけるとあ下に行っちゃった。これしっかりね上にこうやってそうするとお尻が使えるようになりますから体使えてないなと思う方は今のを意識してこの座って打つ時のお尻の使い方、ね、ここは上げてこうやって打っていく時のお尻のイメージで横向き作って持っていっていただくと、まあ、割と、はい、体きれいに使うことが、できます。といった形で自分の練習で言えば、まあ、まあ僕はこの、まあ、そうやってこうサーブうまくいかないときは、まあ、ここら辺を結構イメージしてやるかなっていうのが自分の中ではありますので、はい、まあ、よろしければですね、参考にしてみてください。はい、全然立てんがね。テニスは障害スポーツです。初心者の方からプロを目指す方まで、これで終わります。今日申し上げてありがとうございます。経験豊富な成長性スタッフが揃っているのはとてもおすすめポイントです。ではお待ちしております。アロマンチュー。